トーキー,ー,キー現在スティーブン・グリア博士の記者会見を鋭意まとめ中でございます非常にボリュームがありまして今気づいて大変な目になってるんですけれども半分きっと今日中にまとめ切ることができるのでその記者会見が3時間あるんですねスティーブン・グリア博士以外にも複数の方が証言に立っておられますそれで ま、最初の半分ぐらいを明日お出しいたします。今日ではなく明日動画をアップしたいと思います。その最初の半分ぐらいは3人の方です。スティーブン・グリア博士ご本人の挨拶、それから概要ですね。今どうなってるっていうことを博士がおっしゃっていただいたことを、まあ、トーキーがまとめてお話をする。それからですね、あとお二方をピックアップしてます。最初の方がですね、トーキーが話しする。最初の方はマイケル・ヘレラさん。 アメリカの軍人でした。海兵隊員でしたで。2009年、インドネシアで大変な目に遭ってるんですけれども、地震が発生してそこに借り出されてるんですね。で、インドネシアの地震で思い起こさせるのはスマトラ沖地震という巨大地震が発生したんですが、これは2004年です。マイケル・ヘレラさんが体験したのは2009年なので、スマトラ沖地震とは 違う地震ですけれども、場所は同じスマトラなんですね。まずスマトラ沖地震というのは2004年12月に発生しまして、この時ですね、12月26日なので、クリスマスの次の日なんですね。で、それでみんなあの観光客も多くて、日本人の方もいく人かお亡くなりになってるんですが、マグニチュード9の巨大地震で30万人以上の死者、お亡くなりになった方や行方不明者が出ております。 で、インドネシアのみならず、タイやマレーシア、インド、スリランカ、モルディブ、アフリカ大陸まで津波などが発生してるんですよね。で、非常に、まあ被災者だけでも120万人を超えてたんですね。こんなに大きな地震だったんだと思って、今更ながら驚くんですけれども、この時マイケル・ヘネラさんは、 その5年後、同じスマトラで起きたパダン地震で借り出された海兵隊員なんです。これでもマグリチュード7.5で1100人を超える死者、行方不明者が出てしまっているんですねで。このお話と、それからもうお一人は、えー、ルテナントコロ,レコロネルと言っているので、中佐に当たる方だと思いますが、空軍中佐のドナルド・ヘカートさんです。 彼は空軍に所属し、70年代後半から80年代初期にかけて、SR-71 ブラックバードと呼ばれる飛行機を操縦するパイロットでした。 彼はまあ、エリア51台の話とか、ですね彼がそのベトナム戦争に従軍していたんですけれども、そのときのお話とか、さまざ、あ、ま興味深いことを、UFO に関するお話をされているのでえ、このお二方と、それからグリア博士のお話とまとめて、ですね明日お送りしたいと思いますので、お楽しみにしていてください。それからですねもう一方、トーキーが今現在追っている方ですね、デイビッド・グラーシュさん。 また1つ大きなニュースが出てきていて彼のことをですね嘘なんだとグリア博士たちをこうごまかすために嘘を言わされてるんだっていう人もいるんですがなんとですねスティー,、えー、ーブン・グリア博士とは別にですねデイビッド・グラーシュさんはえ今年2023年4月まで国の職員だったことが判明しています仕事をなさってました。 その仕事をきちんと辞めてから暴露してるんですが、その暴露もですね、2021年から水面下で彼は働きかけていたそうです。で、これをですね、マイケル・シェレンバーガーという、この方も国の方なんですが、認めてるんですね、一部。実際に、まあ、深く隠された UFO、UFO のリバースエンジニアリング特別アクセスプログラム、この証拠と文書を発見してると。で、このような軍人というのは、 かなり怖がるんですよね。報復を恐れて。これ違法なプログラムなので国は隠したいわけですね。で、その報復って何かっていうと、早期退職を迫ります。やめろと。お前こんなことを言うなら軍を今すぐやめろって言われて、さらにスターって言って星を一つか二つ失うんですね。つまり降格です。これは年金に影響しますし、最悪年金を失うことになります。さらに、軍のそういった功労者っていうのは、 その軍を辞めた後の病気をした後、病院代とか全部無料になったりするんですが、そういった恩恵も全部剥奪される可能性があるんですね。それでほとんどの軍人は同じようにそういった秘密を握った場合、喋るんですけれども、途中でやっぱり辞めますって、辞めてる人の方が多いんですよね。で、けれども、グラッシュさんは辞めなかった。辞めなかった。 やめなくって、2021年7月に UFO プ,プログラムに関する調査結果を、えっと、ペンタゴン国防総省の監察官に提出してるんですね。で、その後ターゲットにされてしまって、やっぱりもうひどい、こう、なんていうんですかね、降格処分だったりいろ、いろんな処分を受けて、えー、それでもですね、2022年5月25日にもやはりやっぱり提出したんです。いや 自分の告白は揺るぎないと。さらにその3日後、内部告発者の保護要請を国家情報長官、アブレル・ヘインズに提出してるんですね。国家情報長官っていうのは、その CIA とかそういった情報機関の一番トップとも言ってもいいぐらいの地位の人に提出してます。そしてですね、地球外から来たかもしれないってこの時グルーシーさんは言ってるんですね。ところがですね、これに関してこのヘインズの答えっていうのは、 私たちはもうシンプルに理解できないんだと。あなたが何を言ってるのかがわからないみたいなこと。こんなように言うんですよね。例えばこっちが本当に人間にとって何が大切かって言ったら、こういった隠れたことをみんなの白日のもとにさらすべきなんじゃないですかって真面目に訴えても、本当に政府機関の人間って、 あなたが何を言ってるのかがわからないって言ってくるんですね。もうタイミング悪いと本当にその場で首っていう風になるんですけれども。で、現在ですね、C 班ンという弁護士が一生懸命働きかけて彼を表に出したって言われてるんですけれども、C 班ンという弁護士はあの2017年にペンタゴンの暴露したあの方の代理人を務めてたんですけれども、その方が言うには自分以外の弁護士が えー、彼にはついてるんだと。グローシュ先についてる弁護士さんは、同じグルーシュの名前を持つ弁護士の方なんですけれども、えっ、ー、と、チャールズ・マッカロー3世という方がついてるんですが、なんとですね、この方は国のその諜報機関のトップを務めたこともあります。初代監察官の方です。つまり、その方ががっちりグローシュさんを守ってるっていうことになるので、このことが 何を意味するのか。つまり、グルシュさんはですね、今現在、彼の主張としては、UFO は人間ではないかもしれないんだけれども、宇宙ではなく、別次元から来ている可能性があるんだと。で、イタリアで1933年に UFO が墜落し、それはムソリニ政権が長らく保管していたんだけれども、1944年になってアメリカ軍が回収したと。この時、ペウス、 12世という方がローマ法王でした。その方の許可を得てアメリカに持って帰ったって言ってるんですよね。世界中の他の国もそうであるとはっきりグラシさん言ってます。全く UFO に関係ないように見えても上層部っていうのはいろんな国で動いていてみんなつながってるんでアメリカが管轄下に置いてる国はその報告はすべてアメリカに行ってる。これ 大まかに言って日本のことを言ってると思うんですけれども、日本はアメリカの管轄下に置かれていて、つまり日本で起きた意味のわからない事件とか UFO とか宇宙人とかいうのは全部アメリカに報告されてるっていうんですね。なんでかっていうと、たくさんの米軍人が日本にいるんですね。日本各地に米軍の基地があり、たくさんあるので、やっぱりそれらたくさんの戦闘機が飛んでるんですけど、日本上空を。やっぱり UFO に遭遇してるんですよね。日本上空で。 日本には UFO は着陸しないけれども、日本上空ではたくさんの UFO が飛んでるっていう話なんですよね。だから、それらなんで日本で話をしないんだっていうのは、全部アメリカが管轄してるから、日本がまあ調べてるわけはなく、調べてるかもしれませんけれども、アメリカにお願いをしてるということをちらっと言ってるんですよね。まあ、グラスさんは日本とは名前出してませんよ。出してませんけれども、 アメリカの管轄ってパッと浮かぶ大きな国、大国って言ってたんで、もう日本しかないんじゃないっていう感じなんですよね。まあ真実目は増してるんですね。グラッシュさんは嘘だ嘘だ言われてたんですけども、もう一つ彼が真実かもしれないっていう大きな意味は、メジャーなメディアが取り上げてないんですね。 アメリカのほとんどのメディアがグラーシュさんもグリア博士の会見も、まあ、全然取り上げず、グラーシュさんに至っては、なんと1時間のインタビューをようやく映像で出したのは、オーストラリアのメディアだけだったんですね。で、びっくりなんですよね。アメリカ国民もグラーシュさんのその告白を見れていないのに、オーストラリアで放送され、放送され、ネットなのかわからないんですが、ニュースネーションっていうメディアなんですが、もし見たかったら、もう、なんていうのかな。アメリカも、その、えっと、 周波数変えれるのがありますよね。それを通して見てる人が多くて、なんかよくわからないことになってるアメリカで見れないんですよね。そのグラッシュさんのインタビューが。まあ今はこうネットに載るので、ようやくみんな見始めてるんですけど、なんだかな、ごちゃごちゃしてますけれども、まあ、えー、明日、えー、グリア博士の 最初の半分ですね、えー、お出ししますのでお楽しみにしてくださいドッキーでしたもしよろしければグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではおやすみなさい